不可逆性問題とは、可逆な微子的現象から虚子的現象における不可逆性が生じるのはなぜかという物理学の特に統計力学における問題である。分子や原子の運動のような微子的現象は例えば、ニュートンの運動方程式のような時間反転に対して対象な方程式で記述される。方程式には時間反転した解が必ず存在し、 微視的現象において時間は特別な向きを持たない。一方で経験上よく知られているように挙手的現象は不可逆であり、時間反転に対して対象ではない。原理的には挙手的現象も微視的現象と捉えることができるが、その場合、可逆な方程式からどのように不可逆性が現れるかが問題となる。不可逆性のパラドックスとして、 有名な例がいくつか存在する。例として、ヨハンド・ドシュミットの可逆性のパラドックスがある。ロシュミットは、ルートビヒ・ボルツマンが、熱力学第二法則の導出として与えた H 定理について、ある時間方向に対して、エントロピーが増大する場合、エントロピーが減少する時間反転回も必ず存在することを指摘した。もう一つのパラドックスの例として、 エルンスト・ツェルメロの再帰省パラドックスがある。ツェルメロは、ポアンカレの回帰定理により、力学系の微視的状態は、十分長い時間が経過することで、初期状態近傍に戻るため、力学系のエントロピーは減少し得ることを指摘した。例えば、コーヒーとミルクを混ぜることは簡単でも、その逆に混ざったものを分離することは難しい。このように、ある方向へ進むことはあっても、 その逆方向に進むことはないという現象のことを不可逆な現象という。このような不可逆性は物理学においては主に熱力学第二法則という法則で説明される。これは閉鎖系においてエントロピーという物理量は増えることはあっても減ることはないという法則である。例えばコーヒーとミルクが混ざることはあっても分離することはないのは 分離した状態よりも混ざった状態の方がエントロピーが高いからであると説明される。分子や原子の振る舞いは量子力学や電磁気学の法則によって記述できるが、これらの法則は基本的に科学的なものである。つまり、ある方向に進むのならば、その逆方向に進んでもおかしくはないのである。分子や原子の振る舞いが、 可逆的な法則によって支配されているのならば、単純に考えて、分子や原子の集合体である、巨子的な物質の振る舞いも可逆的であるはずである。にもかかわらず、熱力学第二法則によれば、巨子的な物質の振る舞いは不可逆なものである。このパラドックスが不可逆性問題である。ボルツマンは、分子的な振る舞いから、 エントロピーが増大することを示している。詳しくは、H 定理参照。ただし、H 定理は、分子的混沌の過程を置いており、一般に証明されたものではない。ピーター・コブニー・ロジャー・ハイ・フィールド、時間の矢、生命の矢創始者、田崎周一、カオスから見た、時間の矢、時間を逆にたどる、自然現象はなぜ見られない加工団社、藤原国を、兵道都志を、熱学入門。 マクロからミクロへ、東京大学出版会11章 ISBN4 から13から062601から9。ありがとうございます。